森山の神社は、岐阜県中津川市にある神社、道志竹地町に、本社、道志鹿島の国有林内に、奥社が鎮座する、木曽山鎮後の守護神、木曽山林の総鎮住、竹地町、鹿島の総山土人。1838年江戸城、西の丸が消失し、再建のため裏、木曽、木曽山中より御用材を大量伐採した。 伐採当初より山中で山なり、山火事等の怪奇現象が続出し、江戸城、大奥にまで怪奇現象が発生した。数々の怪奇現象は、山の神のたたりによるものとした江戸幕府は、即刻伐採したすべての切り株に締め縄を張り巡らし、山の神医者の祭典を取り行わせた。1840年、第12代将軍、徳川家吉の霊山鎮護を趣旨とする大命により、 奥社が創建された。さらに祭典、参拝の利便を図り、1843年に本社が創建された。奥社、本社創建に関わる現場の指揮と、創建後の神社経営は、基礎三輪を管轄する終わり藩に託された。以来、終わり藩の祈願者、基礎林生の象徴として、歴代藩主の数計厚く、当時は終わり十社の一つに数えられた。 維新後、御料林、神宮御造栄材、備え林の守護神として、提出林野局から推計された。1873年付地村、鹿島村を、宇治国域として豪社に、列格され、1923年に、岐阜県の県社に昇格した。戦後、1958年、岐阜県神社町より近平社に指定され、現在に至る。ありがとうございます。